どうもシルコです。空気を読むのは苦手、ジライちゃんです。イチャジゴナです。カルテットです。ほう、なるほど。苦手みたいだね、やっぱね。やっぱとかやめてくれる。やっぱ苦手みたい。それ、いやでもいじめだよ。それいやでもね、俺今日はやっぱうちでね、空気読める人たちが集まったんじゃないかなって思ってるんだけど、違うかな。今日はみんなで空気読みなんで、全員でね、全員でね、読んで、うん、うん、正解をね出していきたい。ちょっとあれやめてよ、なんかその、みんなはどう思うとか言ってさ、みんなに合わせるのやめてよ、うん、そこで空気読むのやめてや。そっちそっちの空気の読み方、うん、もう答え時点での空気読みはやめてや。自分の心に正直に行こう、まあね、空気読みこれ3らしいんだけど、俺1も2も知らないんだよね。今回3から始めるんだけど大丈夫かな。誰かやったことある人いる？1とか2ない、はい、見たことしかないから。あ、じゃあもう見たのが3なのか2なのか分かんないし、あ、じゃあもう本当に本番で ぶっつけ本番で空気を読んでいく感じだ。じゃあ早速行きましょう。ここは自由に空気を読んでいい。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気を読める夢の世界、心ゆくまでご堪能ください。はい、読みましょうか。じゃあね、画面内の赤いのを動かすことで空気を読め、そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動をとれ。あー、もう全てにおいて空気を読んでいけっていうね。じゃあ読みますかね。第1問、どうさ、ちょっとわかんない。あ、お前お前これ何ん？でも空気読めるし、ここだ。あ、はいはいはい、あ、なるほどね。あ、こんな感じだ、とりあえずね。これは読めたんじゃない？さすがに今のはね、優しいな。はい、なんだこれ。おう、はい、よくぞ来た。世界は魔王の手により、タンタンタルアリさん、これを指摘するかってこと？この世界を救ってはくれぬか。あ、この選択肢、いや、これは、なるほどね、空気を読んでいい絵でしょ。まあ、救うんだったら勇者って呼ばれるしな。お前を見されてんだったら違う。何これ、絶対右、絶対右から使ってほしい俺は。あ、これ、ね、あー、間違いない、間違いない、絶対右から使ってほしい。でも左の方が美味しいんだよな。いやいや、これはパッってならない、これ押すんだな。え、まあまあそうだよね。あ、しまった、ジャンプができる、はめるのか飛び越えるのかっていう空気の読み方。そういうこと。KY マート見てた。もういや、絶対真ん中に真ん中にいるべき。真ん中真ん中にいるべき。これ今の今のレジはもう列一つだから、ね、真ん中だよ。フォーク並びするべき。左じゃないの今の。やっぱどっちが早いか分かんない。左の人めっちゃ勝ってるかもしれない。そこはかっとなく読めてるっぽい。あ、うん、あ、これそれぞれの答えは出ないの？それぞれの答えは、ね、まあ、空気読むだけだから、ね、空気正しいか正しくないかじゃないから。ああ、正解はない、正解はないからね、別に。いけない、遅刻遅刻。え、読んでよこれ、読んで読んで。ああ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 、絶対後ろの子だったな、ぶつかるよ。いや、前で合ってるでしょ。お兄ちゃん、いや、白と黒だったから。お兄ちゃんが任せるから頑張るんだぞ。ね、え？全日本バーの期待会。え？なるほどね。あ、こういう背景があって。どう、丸見えじゃん。あ、取っちゃった。容赦ない。今のは読めてないでしょ。いや、なんかさ、取りますよ。取りますよ。はい。一人だけ髪の毛がある。あーあー、もうちょっと手前じゃない？手前じゃない？あーえ？あーあー、そういうことね。ああ、いいね。ここか。いいね。うん。なるほどね。制限時間もないんだな。やばい。あ、おお。え？え？読めてないよ。それは読めてないでしょ。逆に。
椅子の上に立つな。まさかのだって地球層大会。何一緒にゴールしよう。出た。いやもう絶対置いてってほしい。俺は置いてくね。もうそういう決まりじゃん。逆に。花持たせよ。花持たせよ。あーなるほどね。あー逆に遅れちゃった。逆に下がるみたいな。おー空気読んだでしょ今の。読めてたか。今の正解って何なんでだよ。全部やとなく全部。今日は草野球の試合。野菜興味だよ。いや無理こういうの。なんで。あ草野球の格好に。草野球のほらずれるもん。あ、上から、もう間違ってない？チアかもしんない、チアかもしんない。最悪やん、もう。どう？いや、できそう。打てそう。打てそう。野球にその格好で来たってことはキャッチャーか？あれ、キャッチャーなんじゃない？これ何？あ、どうしたい？あ、来た。あ、いや、読んで笑っちゃってない？あ、あ、やばい。あ、それは、えぇ、やばい。あ、やばいわ。あ？それが一番綺麗だから。やば。なんか座っちゃった。お茶が今。お前のパンケーキ。カメラに見切れちゃってるよ。見切れちゃってる。いけないんじゃないの？映っちゃってるよ。どうし。今空気読ん…え？これは？あ、やばい！ G 書いてよ。なに？ G 書いてよ。なんか書いちゃった。チャーハンって書きました。チャーハンって書けるから。書けない。何書こうとしたの逆に。わからない。とりあえず適当に触っちゃったせいで。ミスさんやな。話が進まない。あ、出たこのシリーズ。お腹、ペコちゃんや。あ、牛の前でステーキ食うの？いや、もう見てる見てよ。いや、でも運命を知っとくことも大事やからな。まだ見てる、まだ見てる、まだ見てる。見たい、見たい、いなくなった、逃げただろ。ステーキになった。今のは、あ、ほん、これはダメっぽいな。いや、難しいよ、このゲーム。今日は彼氏とデートだ。いや、きついだって、これが。ワールド35やで、もう終盤やで。ここは。はい。え？これ違うか？どれだった？やべえ、今の。あ、待って、違うね。さっき行く格好よ、それ、さっきの。スカートじゃない、とりあえず。レオパードじゃん、レオパード。完全に野球の草野球の帰りになる。草野球、同じ草野球チームやんか、これは。帰りの方がちゃんとした格好してる。今空気読んだら。あ、彼氏とお化け。あ、びっくりしよう、びっくりしよう。何？いや、彼氏に抱きつかなきゃ、抱きつかなきゃ。ここだ。あ、そうそう。あ、いい。なんでな？え、ダメ、倒して、倒して。いや、もう遅い。もう倒そう、じゃあ。もう倒そう、それ嘘だもん、そのリアクション。どのボタンなのかわからなくて、いろいろ押したら倒してたのよ。あっちすぎやで、倒されんな。万歳。バンザーイ。何なんその選択肢。ポッポッポッ。何これでいいの？ずっとやん、ずっとやんか。みんなに合わせてってことで。じゃあ右もやる？あえて読んでっていうことでね。アメさんはどの中猫みたいなポーズして。そんなことないよ。やる気か？いいよ。いいよ。そっち？いや。そこコーラでね。どっちも両成敗になっちゃった。ほんとやんわり。やばい。なんか絵柄急に変わるやん。びっくりした。バーチューバー。
は？カチ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 。待ってあげないと。やばいやばい。あ。あ。やばい。迷いなかった。二回目や。二回目や。いや誰も見とらん。誰も見とらんからそんな。なんか違う感じになっちゃった。俺らに見せないように今割って、うんうん、割るっていうね。マイボトル変えました。対応量。後ろの人の分なくなるなくなる。はい。おー。終わってから。いやめちゃめちゃ入るよ。結構入ったな。マジックか。4次元。どう来た。やばいこれこれやばい。懐かしい。最終的に家の中にいる人数を当ててみよう。1、2、3。そういう数え方？3人出てった。3人出てった。で、0？ ゼロ？ 3 人入った。1、2、3。8で2人出てた。1人。待って待って、0でしょ、0。だって最終的にだよ。119でしょ、これは。ね。あ、なるほどね。あ、なるほどね。で、シャープじゃね？違う？シャープの119。普通に119で行く。あ、普通に119で行ける？うん。あ、そうなんや。いいじゃん。いや、今のはだいぶ読めてたんじゃない？最後。でも俺、俺最終的には誰も残らんからゼロかなと思った。いや、怖いよその発想は。やばいよ。ね、家なくなっちゃうからね。そうそうそう。爆発演出を入れるぞ。爆発タイミング。で、いや強すぎるやろ。いやまだ続いとるけど。いつまでも出ちゃってる。読めなかったやつが最後のあれになるのかな。うん。本当バカ。私って本当バカね。こんな役がないのかしらね。慰めないと。見ちゃダメなんじゃない。あ、聞いてあげなきゃいけないのか。ああ、なんか寄ってない？いや、もうあの子の分ももう飲みすぎちゃってる。進みすぎじゃない？いや、あの子の愚痴を魚に飲んじゃってる、もう。好きやん、この話。こんなベロンベロンのやつに。飾りみたいになっとったグラスが。危ない。何これ。いや、いけ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 。いけいけいけ。行ったら行って邪魔ですよ、つって。行ったら行ったら。いやもうコントやんこれは。あ、女だけ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 。ああ、ピントが合ってない。ピントが合ってないよ。ピント。表情じゃないの。表情で。ほら。来た。おお。いい顔。完璧。ストーリーがあるんだなこれ。そうだね。確かにね。ね、これ。早いわね。あ、これスタッフロールに合わせて、アルバムをじっくり見ないと。もう3歳よ。感動的じゃん。ね。母親の方がお前ではないんだね。ね。どれよ。どこの話よ。だからもうスタッフロールに合わせてめくるんじゃないの。どんどんめくっていく。違う、めくるとスタッフロールが回るのか。でこの下のセリフに合わせてか。あ、映画だって、映画のシーンだ。どこにあるの、うん、先じゃないですか。このこんだけしかないのよ。戻ってる戻ってる。あ、ずっと戻ってんだ。会話っぽいのにするのかな。この子もいつか大人にけれど今か、うん、あれもちょっとしても使われてなるほどね。確かにね、このゲームは空気って逆にメッセージ伝えてくれてるんだ、うん、確かに空気読めって言うぐらいなら正解教えろって話だよな。みんな違ってみんないいからな。可能性低い方に。子供が飽きたらめくるのかな。ほら、ああなるほどね。次めくってって。うん。正解さ、どうしよう。思いやりを持って読んだ空気は。
いつかあなたが幸せをつかむとき、あなたの背中を押してくれるはずだから。いいんじゃない？幸せになりなさい。いいね。俺、いいじゃない？思いやり持つわ。お願いします。あなた。俺も空気読むわ。うん。いや、空気読むわじゃないんや。しんみりしてくるじゃん。声が良かったね、今、一八さんの。合ってたね。第100問来たよ。最後の空気。あ、大きくなったってこと？あの子供が。うん、そうだね。読んだ。思いやりを持って。ああ。わあ。大きくなったわねって。いい思いやりを持って大きくなったわねっていう。いいゲームやん。何これ。最後に。まあ何でもね、程よくがね。総合点。あれ？総合点かなり低いよ。低え。100点満点じゃないのこれ。200点満点なの。空気が読める。うん。天国、まあ、アッシーくん。アッシあれだろうね。あの、1000点満点だから、1問10点だった。小まあでも5点があるからな。1問100点じゃない？うん。詳細。はいはいはい。逆に、え、こっちだったね。得意なのはね。俺らに必要なのはこっちだった、うん、こっちだったね。早読みしちゃうからね。いや、読まないは読まないで、こうどっちが読まないなのかっていう話始まるからメッセージ性も強かった。最後の、ね、最後だけで全てなんか空気を変えてったよね、うん、いいゲームになる。いいゲーム強かったね。へ、というわけで次回の動画も見てください。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。ちょっと最後空気読もうとした。空気読めて。空気今ちょっと読もうとしたんよ俺は。俺は今ちょっと読もうとした。逆にね。